ジャン君、家猫9周年、もずき、記念日だね。なので、ジャン君は今日は爪を切りたいんだけどな。パパとママで爪切ろうかっていう話になってますけど、いいですか？ちょっと手だけ持たせてみてくださいね。痛い。噛むね、君。よいしょ。それ、爪を切られる反撃。違うやね。ふいふい。後で爪切ろうね。ポンちゃん。ポンちゃんもこの甘え方になり始めてるね。ポンちゃんも足で挟みますか。よいしょ。はい、ポンちゃん。何されてんのって感じ。おいで。ここにおいで。ここおいで。爪が引っかかっちゃいます。何にもいいことない、これ。よいしょ。二人で。ワンちゃん少し開けてあげて。あ、ジャン君はいいんだそうです。ジャン君、なんでジャン君ポイちゃんに送ってあげたの？ポイちゃんよかったね。お兄ちゃんに譲ってもらったね。よいしょ。はい、まずですね、猫用の爪切り、これいただき物なんだよね、きっとね。2種類。前に使ってたのはあるんですけれども、うちで買ったやつね。それはちょっと使いにくいということがあります。で、これは、見えるかな。ペット用爪切り、ザン。斬鉄剣のザンだね。こんな感じです。あ、かわいい。あ、かわいい、かわいい。あ、ちょっとピントが合わないかな。あ、グリップ感も悪くないですね。柔らかい感じね。柔らかいけど、ここに来ると切れるっていうことですね。こちらは、アメージングペットプロデュダクツ、プロダクツ、ネイルトリマー、アメリカかなんかかな。こちらは日本語で書いて、あ、日本製ですね。日本製ね。これはアメリカ製。これね、前に持ってたのと割と近いタイプで、この真ん中にこう爪を入れて切るってやつですね。これがね、なんか不安なんですよね。これさっき見たんだけど、これってこう脇のとこについてるからいいような気がするな。日本製だし。日本製神話。ちょっとですね、今、ジャン君は、お休み中です。無理に起こすことはちょっとしませんので、起きたらね、起きたらやります。もし起きなかったら明日にしようかな。ポンちゃんもこちらでお休み中です。起きたらね。
今もうあと15分ぐらいで12時になります。眠くなっちゃったし、ジャン君は寝てるしということで、今日は爪切りは見送られます。こっちのポンちゃんも寝ています。はい、じゃあおやすみなさい。